はい、どうも皆さんこんにちは。ポニキームービーの和樹麦茶です。前回ですね、LSD というドラッグについてのドラッグ解説動画を作ったんですけれども、思った以上にまあ好評でしたので、これからドラッグの解説動画っていうのをシリーズ化していってね、まあ皆さんにいろいろお話をお聞かせできたらなというふうに思ってるんですけれども、前回の LSD の解説動画のコメント欄を見ててちょっと一つ思ったことがありますので、皆さんに再度ちょっとご説明したいなと思っております。ドラッグに精通されてる方からしますと、あの話からもうちょっと掘り下げたりだとか、詳細について話を聞かせられたら、とても面白いかなっていうふうに思ってるんですけれども、あくまでこの動画は、一般の方に、向けて作っている動画ですので、ドラッグに精通されている方はご存知かと思いますけれども、社会にドラッグって蔓延しますよね。で、その中で一般の方っていうのは、学校教育で麻薬ダメ絶対っていう風に習ったと思うんですけれども、麻薬っていうものが、どんな種類があって、どんな形をして、どんな効果があって、なぜダメなのかっていうことについて一切わからないと思うんですね。で、その方たちが、例えば会社の上司とかが、お前今日残業だろ？シャブ行っとけよって言って出された時に、ドラッグだからいいですっていう勇気のある人、特に今、若い人たち、そういう勇気を持ってるのかなっていうふうに思うと、僕はちょっと断れないんじゃないかなっていうふうに思いまして。ただそういう人たちが知識を得ていることによって、このドラッグはこうこうこうだから僕はいりませんっていうことを言うことにつながる、言うことにつながるきっかけになればなっていうふうに思っております。なので、あくまでね、この僕のドラッグ解説動画は、ドラッグって楽しいよじゃなく、ドラッグってこうこうこうだからみんなどうっていうような、これを見ている視聴者の人たちに問いかけるような内容になればなっていうふうに思っております。なので、ドラッグが好きな方、もしくは未だにドラッグズブズブにやってる、ドラッグ大好きなジャンキーたちが、この動画を見ると、ちょっともしかしたら面白くないかもしれないので、そこら辺ご了承いただけたらなというふうに思っています。まずはですね、今日の動画はコカインというドラッグについて、語っていきたいなというふうに思ってるんですけども、コカインというものは、形といたしましてはね、粉末です。白色の粉末なんですけれども、よく洋画とかで見かけないですかね。白色の粉末をテーブルの上に、線みたいにね、何本か引いてまして、鼻から直接もしくはストローで、っていうこういうシーン見たことないですか？それがコカインっていうドラッグの摂取方法、王道の摂取方法なんですけれども、コカインは粉末なので、鼻から、粘膜から吸収する、摂取するものなので、鼻からが王道なんですけど、極論を言ってしまえば、お尻の穴にパッと突っ込んでもいいですし、性器の先とかに、性器に塗り込んだりとかしても、全然効果があるというものです。なんだったら、飲み物とかに混ぜて、そのまま飲んで、胃から吸収するっていう効果もありますので、どんなところでも摂取は一応できるわけですね。で、ただ、一般的に市場に回ってるドラッグっていうものは、混ぜ物がされてるわけですよ。先ほども言いました通り、コカインは粉末です。粉末のコカインに、重曹が混じってたりだとか、下手したら覚醒剤だとか混じってたりだとか、今他の薬品とかもね、いろいろできてるんで、そういうものが混じってたりとかするんですけれども、先ほども言った通り、粉末なので、一般の方からするとコカインなのか覚醒剤なのか、それどっちも一緒なんじゃないのって思うかもしれないですけども、簡単にわかりやすく言うと、覚醒剤は塩、で、コカインは小麦粉みたいな見た目の違いだと思っててください。覚醒剤は、いわゆるね、巷でダイヤモンドって言われてるようなものなので、ちょっと濁ってますが、透明で結晶で、キラキラしてます。で、コカインは、一方、そんなキラキラしない。一応結晶なんですけれども、キラキラしてない。ただ、末端なものでね、キラキラしているものもあります。ただ、このキラキラしているコカインには覚醒剤が入ってます。これ、覚醒剤をコカインに入れることによって、コカインの利益が下がるんじゃないかっていう話もあるんですけれども、それは違うんですね。これ、コカインに覚醒剤を入れてる人に僕昔話聞いたことあるんですけれども、東京の人なんですけど、この人が言うには、覚醒剤を入れることによって結局、ハマってくれれば結果オーライらしいので、結局ジャンキーって遊ばれてるなっていうふうに思います。このコカイン、形状が粉末っていうふうに言ったんですけれども、じゃあ、どんな効果があるのかと言いますと、コカインっていうものは一概にこれっていうようなことは言えないんですけれども、わかりやすく言うと、人間って精神状態浮き沈みあるじゃないですか。いいこともあれば悪いこともある。悪いことがあった時は精神状態が 20% ぐらいになってしまう。で、この 20% の精神状態でコカインを行くことによって 80% まで持っていけるんですね。この 80% で持っていける。じゃあ逆に 120% までぶち上がってる時、フェスとか行って、楽しいってなってる時にコカインを行くと、これも 120% から 80% になるわけなんですよ。なので、なんて言ったっていい感じの状態を保てる。そういうドラッグなんですけれども、
あの、使い方といたしましてはね、まあ、いろんな使い、どこでも、いつあっても困らないわけなんですよ、コカインっていうものは。寝起きから行ってもいいし、寝る前に行ってもいいわけですよ。まあ、寝る前に行ったら寝れないわけなんですけれども、まあ、コカイン、例えばね、夜遊びするとしましょう。夜の9時から朝の5時まで、クラブとか、ライブハウスだとか、いろんなところで夜通し遊ぶとしましょう。で、朝まで遊び続けました。そしたら、あー、疲れたー。もう今から電車乗って帰らなあかんのか、車運転して帰らなあかんのか、っていう時に、コカインを行くと、よし、帰ろうぜみたいな。もう一回エンジンがかかるわけなんですよ。だから、その、20% の状態で、精神的に 80% に持っていくわけなので、体は疲れたままでも、精神面はいけるいけるっていう。まあ、なんせコカインはいけるって、いけるいけるっていうドラッグなので、コカインを行くことによって、例えば運転すると、動体視力とか、注意力とかは、落ちてるままなのに、大丈夫いけるやろっていう、この、80点の、多幸感の中で運転すると、なんかで、ね、もしかしたらちょっと事故ってしまうかもしれない。でも事故ってぶつけた時とかもこんぐらいの傷だっていけるやろっていう、いけるが勝ってしまうんですね。80% の自分の精神状態で、大丈夫大丈夫や、いけるいける、後からなんとかなるよっていうので運転しちゃって、結局国の所有しているガードレールとかにぶつけちゃって、後から請求が来たりだとか、なんだったら、そのぶつけたところがね、ちょっと悪いところとかだったら、そのまま警察に追いかけられて、その場で逮捕されて、おしっこ検査されて、覚醒剤じゃない、コカインが出てきて、で、混ぜ物で覚醒剤があったら覚醒剤も出ますからね。で、そういうものが出て逮捕されるっていう話も少なくはありません。で、そして、この、こういう効果があることによって何があるのかというと、80%、これがあると 80% にいけるっていう安心感があることによって、これがないと不安になってしまう人っていうのもいるんですね。だから、その、自分がもし 20% に落ちた時でも 80% に持っていける、これがお守りみたいなものを持ち方をしている人は、自分がもし落ちたタイミングで行く。でも、それがない時に80点に持っていけないわけなんですよ。だから、その、コカインがない、なかったら自分が上がらないんじゃないかっていう錯覚をしてしまって、どんどん中毒になってしまうっていうパターンも少なくないんですね。まあどういうことかと言いますと、コカインがどういう時、100点、120点の時も80点になるし、20点の時も80点になるわけですから、落ちた時にコカインを生き続ける。で、コカインを生き続けることによって、やっぱりコカインっていうものは、ドラッグ業界で早いと呼ばれるようなドラッグなので、行動的になるわけですよ。すぐに、ちょっと疲れてる状態でスッといった状態で、いけるいける、行こう、みたいな状態だから、まあまあもう、まあ一旦落ち着けよって言われるようなドラッグなんですよ。まあまあまあ、落ち着け、まあ今コカインで早なってるから、みたいな。大丈夫、そんなせんでいいから。いや、でもやろうよ、コカイン行ってるし、もう俺調子いいし、みたいな。もうそういう状態が続くと、コカインをずっと行き続けるわけなんですね。もう、分かる人には分かると思うんですけれども、もう理由はないんですよ。あるから行くんですよ。コカインがあるからコカインをひたすらずっと吸い続ける。だから、持ち続けるとろくなことがないわけなんですね。コカインはまず持たないことが大事なんですけれども、コカインをしないためには。コカインを持ってると絶対やってしまいます。コカインを、持ってるのに使わずに、置いとくっていうのは結構至難の技なんですね。コカイン中毒者からすると。で、このコカインっていうものは、大体、先ほどもちょっとね、話遅れましたけど、末端でどういう売り方がされてるのかと言いますと、大体 1g のパケと呼ばれるね、チャック付きポリ袋、警察で言われるところのチャック付きポリ袋、透明のね、ちっちゃいチャックのついたポリ袋なんですけども、その中に 1g もしくは 0.5、ハーフって呼ばれるものなんですけども、1g か 0.5 のハーフで売られてる。で、混ぜ物、まぁ、80% から50%、下手したらね、純度が 50% みたいなものもあるらしいので、これによって、まあ値段も変わってくるんですけど、だいたい1万円から2万円。で、ひどい時とかあったら2万5000円で買ってる人とかもいるっていうのが、まあ、現状の、まあ、実情なんですけれども、ね、こんなね、例えば2万円で買ってるようなものが、毎週末に、週末だけにしようと思って、コカインを使ってると、2万円が月に4回ある週末で、使い続けても8万円かかるわけですよ。一般の仕事してる方、給料安い人からすると、これ8万円っていうのは大打撃ですよね。で、この8万円の大打撃で済めばいいんですけれども、コカイン中毒になってしまうと、それは当然週末だけで足りないわけなんですね。あらゆるところで必要、欲しいってなるわけなので、そうなると、もう10万円、20万円と超えてくるわけですよ。で、そうしたら一般の仕事をしてるわけでは、なかなかコカインのお金が、コカインお小遣いが持たないわけですね。で、そうするとどうなるかと言いますと、大量にコカインを、引いてきて安くするわけです。いっぱいの量を一気にゲットすると、ちょっと値段が下がりますのでね。で、値段の下がったコカイン。例えば100万円分コカインをゲットしてくる。で、120万円分にすれば、自分がこの20万円分タダでコカインが吸えるっていう考えで、100グラム。
100万円分引いてくる。やけど、自分がついつい混ぜたらいいと思って行き過ぎちゃう。で、周りに配っちゃう。で、気づいたら80万円分しか、どう値段を上げても、どんだけ混ぜても80万円しか利益がない。結局20万円の赤字とかいうのが最悪のパターンですね。で、そういう話はよくあります。もう結構頻繁にある話です。で、やっぱりなんせ、いけるいけるっていうドラッグなので、80点に持っていけるドラッグなので、残り、例えば100万円分仕入れてきて、80万円分にな、取ったとしても、普通だったらやばいって感じないといけないところでも、コカイン行ったらなんか新しい策が思いつくかもしれないっていう思っちゃうんですね、コカイン中毒は。だから、スッと行って、まあ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 、80万円分しかない、20万円の価値だけど別の方法でなんかしのいだらいいやろ、みたいな、稼げたらいいやろ、なってて、だんだん切れ目に近づくにつれて、ああ、どう考えても無理やな、みたいな、現実に、戻るわけですよ。で、そこでまた、なんか思いつくためにもう一回言っとくか、みたいな。今日でやめよう、みたいな。が続くわけですね。だからもうコカインは、もうハマってしまうと最後、手放すしかやめる方法ないんですね。もう、コカインがずっと供給されてる人と一緒にいると、コカインをやめれないんじゃないかなって思います。ずっとコカインを持ってる人、いつでも売るでっていう人が近くにいると、ずっとコカイン買っちゃうっていうのが僕はいろんな人見てて思うな。っていうふうに思います。で、コカインを行くことによって、やっぱりそのコカインハマりすぎると、コカインは薬品なので、鼻から、王道は鼻から吸引するんですね。鼻から摂取して、で、混ぜ物があった場合、コカインは粘膜吸収するわけなので、鼻の粘膜から吸収されますけど、重曹とかがある場合は、鼻の周りに白色の壁、重曹で壁ができてるわけですよ。その重曹の壁の中にちょろっとしたコカインが混じってたりとか、当然するわけですよね。いろんなものが混じってるわけですから。で、そのコカインが残ってる状態で、ずーっと鼻の粘膜から吸収されずに、重曹の壁に邪魔され続けたコカインは、鼻の粘膜とかを攻撃してて、もちろん重曹も鼻の粘膜にとっていいわけないんで、どんどん鼻が、鼻の粘膜が傷ついていってダメージを受けるわけですね。鼻の粘膜が荒れていって鼻水は止まらないですし、ひどい時とかだったら鼻の穴をライトで照らしてね、鏡で見てみると鼻の粘膜すべてがひび割れていて、ただれて、でひどい場合だったら鼻血がずっとポタポタ落ちた状態でね、免疫力も下がるわけなので、傷も治りにくい。擦り傷してって全然治らない。青たんだって治らない。で、ひどい人とか、僕は見たこと、実際あったことないんですけど、東京とかで聞く話だと、鼻と鼻のね、ここの上の部分の壁が、股間行きすぎで、もう、壁が貫通してるわけなんですよ。股間吸いすぎでね、穴開いちゃって。そこまで行って、で、もっとひどい話だと、鼻の軟骨がずり落ちたっていう話も聞いたことあります。もうそこまで行くと、ちょっと人間やめちゃったって言われても仕方ないですよね。覚醒剤じゃないけど、ドラッグで人間やめましたって言われるような、ことにつながるんですよ。そこまで、依存してしまうと。何にしてもやっぱり依存っていうものは良くないんですね。なので、そのコカインを生き続けることによって、僕は幸せになってる人っていうのは見たことないんですよ。コカインを言ってる間だけは幸せそうだなっていう人間をたくさん見てきたんですけど、コカインは、なんで僕の個人的な感想を言いますと、僕はもう今コカインっていうもの、僕、もともとね、鼻炎持ちなんですよ。ハウスダストとか、結構あかんくてね、都会とか出ると、ちょっともう空気だけで鼻水ズルズルなったりとかするんで、僕自身がそのコカインがあんまり、鼻から生き続けることが合ってないのでコカインはスパッとやめたんですけども、で、そのね、コカインはやめれるものですわ。鼻って自分であかん、やめようって思ったらやめれます。ただ、なんていうかな、そのコカインをコカインが別にダメなもんじゃないと思ってる人はずっと生き続けると思います。で、いずれかお金とか、いろんなもので、健康面だとかで、頭を打ってやめようって思うようなものです。僕も、コカインでちょっといろいろありまして、頭を打ってコカインをやめようと思って、昔若い時にコカインをやめました。で、コカインをやめたことによって分かったことっていうと、コカインがあることによって 80% まで、上がる精神力っていうものは、シラフだったとしても、自分の精神力次第で80点に持っていけるわけなんですね。自分が20点に落ちてたとしても、精神力次第、思い込み方、感じ方次第で、その物事、嫌なことが起きた時でも、その物事に対して、はぁーって思うんじゃなく、こういう日もあるよなって思うことによって、じゃあ、20点でもいいやっていう受け入れ方もできるので、コカインがなかったら幸せにはなれないっていう考え方をもししてる人がいるんだったらそれは違うよっていうことをコカイン経験者からお伝えしたいなというふうに思ってます。なんせね、コカインっていうものは手軽に、すぐに、摂取できるもので、で、しかも、効果がね、
著しいわけですね。絶対的に80点いい状態に持っていけるわけだから、コカインがあったらとりあえず大丈夫っていうのは間違いなく言えるわけなんですけど、その場が大丈夫なだけであって、そっから後が大変なわけですね。あの鼻の粘膜がボロボロになったりだとか、当然精神的な影響も出てくるわけですし、いけるいけるのドラッグやからイケイケになっちゃうわけですしね。いや、いけるやろ、あんなもん芝居でもったらええやんっていうような考えにも行くわけなんですよ。暴力的な考えとかにも行く人は行きますし、その人の性格にもよりますけど、いろんな効果があるわけなので、コカインを摂取し続けて、ハマり続けていいことがあるっていう人は僕は見たことないです。ただ、コカインを自分では普段から持ってないけど、誰かが持ってるタイミングで、1回2回一晩でたまにやるっていうような人で、やり続けてる人っていうのは、結構います。ただ、そういう人たちは上手なコカインとの付き合い方をしているから、僕はそういう人たちを見てコカイン中毒とは思わないんですね。で、コカインを普段から持ってる人じゃないから、自分で結局コカインを持ってないんですよ。っていうことは、コカインがたまに持ってる人から与えてもらって80点にしてもらえるっていうことは、たまたま1万円札を拾ったぐらいの感覚なんですね。だから、そういう人たちはラッキーなんでしょうね。だと僕は思います。道端で1万円拾ったんと、道端でコカイン貸してもらうっていう。まあ、コカインはおしっこから出ますので、尿検査でコカインが出てしまったら、麻薬取締法で逮捕されるっていうデメリットがあります。で、そして健康面にも一応悪影響があります。行き過ぎた場合ね。1、2回行く場合ではそんなに、僕は、悪影響出てるっていう風には感じたことはないんですけど、結論を言うと、コカインを行くことによって脳みそにも悪影響があるっていうのも科学的にも証明されてますし、個人的にもコカインを行きすぎるとやっぱり良くないこと、口ではあんまり言いにくいですけど、表しにくい、表現しにくいんですけど、いろんな弊害が出てくる。やっぱりそわそわして落ち着かないから、ずっと立ったり座ったり、立ったり座ったり、キョロキョロしたり、あっち行ったりこっち行ったりとかするような、ちょっと不審な挙動が、多く散見されるようになってくるので、やっぱり人間としてはあんまりなんか良くないんじゃないかなっていうふうに思います。そういうことが気にしない、気にせえへんっていうようなジャンキーは、これからもコカインをやり続けるでしょう。かといって僕はコカイン中毒者たちを批判する、否定するつもりはないね。僕も昔コカインやってたので、そういう人たちは今そういう楽しみがあるんだなっていうふうに僕は思ってますけど、新しくコカインに手を出そうかなって思ってる人が、もしこの動画を見てるんだったら、コカインってこういうものなんで、ちゃんと一回自分で考え直してからコカインに手を出すか出さないのか、自分で判断してください。ということで、本日のポリンキームービー、コカインっていうドラッグについて、自分の知ってることを分かりやすく簡単に一般の方のために向かって作ってみました。以上です。